どうも、続きです。さ、今回ですけども、バッティングのフォロースルーについてお話ししていきたいと思います。そもそもですね、まあ、そのフォロースルーって何かって言いますと、このバッティングのミートポイントありますよね。ミートポイント、バットとボールが当たった瞬間からその後のこのバットの軌道のことですね。当たってからこの後の軌道のことを、まあ、フォロースルーって言ったりするんですけども、そのフォロースルーを今回はやっていきたい、練習していきたいというふうに思います。というのもですね、まあ、初心者の方とか、まあ、結構やり込んでる方とかでも、やっぱりどっちかっていうと、この構えてからボールにこうどうやって当てていくか、まあ、そっちがかなりメインになると思うんですね。練習するにしろ、まあ、試合で打つにしろ、結構そっちを意識して、そのボールが当たってからその後どうバットをこうね振っていくかっていうのは、結構まあその流れのままというか、まあ、自然にやってると思います。だけどこのフォローするっていうところまで含めて、まあ一つのスイングなので、この当たってからどういうふうにこうバットを振っていくのかっていうね、そこを意識することによってですね、今よりもまたさらにね飛距離がね伸びることができます。まあ飛距離だけじゃなくて、打球の速さが変わったりとか、まあ、そういうね変化を起こせるようになりますから、ぜひ動画を最後まで見て参考にしてみてください。はい、では早速やっていきましょう。はい、ではですね、早速、まあ、よくあるフォロースルーって、まあ、どんな感じかっていうと、まあ、こう構えてステップして打っていった時に、こういう風にねこの辺で終わってしまう、まあ、小さい、よく言う、まあ、フォロースルーが小さいって言ったりしますけど、まあ、こういう感じで打った後のねフォロースルー、まあ、この辺でこうパチンってね、まあ、コンパクトに振ってるって言ったら振ってるって感じなんですけど、まあ、それだとね結局ねこうボールにバットを当てに行くことばっかりでこう必死になってしまって、まあ、ワンヒットは打てるんですよ。それで普通のワンヒット、ワンベースヒットですね。だけどこの打ち方で、まあ、三塁打とかホームランとか狙っていこうと思うと、まあ、ちょっと長打は出にくいかなと。でやっぱりね、まあ、体格とか、まあ、そういうのもあるかもしれないんですけど、でもそのフォロースルーをねしっかりこう大きくしていくことによって、二塁打とか三塁打とかホームランとかね打てるようになるんです。なので、まあ、実際にね、じゃあどういう風にしていったらいいのかっていうと、まあ、まずそのちっちゃいフォロースルーがどんな感じかっていうと、実際にやってみたいんですが、ここに構えたとして、でステップして打っていく、こっからこんな感じですね。もう一回打ってみたいと思います。ここを構えてステップして、こんな感じ、まあ、コンパクトに振ってるっちゃ振ってるんですけど、なかなかこれだとね、まあ、ワンヒットよくてライナーみたいな感じで、まあ、なかなかね長打を打つことができません。結構見ると思うんですよね、まあ、中学校とか小学校とかの、まあ、まだ やり始めたばっかりの方とかですね、結構こう構えて振ってここで終わるっていう感じの、まあ、悪くはないんですけど、なかなかこれだとね長打が打てません。なのでこれをねどうしていったらいいかっていうのを、まあ、試してもらいたいやり方があるんですね。まあ、それが、まあ、よくですねプロ野球選手とかの、まあ、ホームラン打ち終わった後とかって、結構こういう感じでバットがこんな感じで立ってたりとか、あとまあこういう下の方にこうやってついてたりとか、まあ、こんなね打ち終わりのね写真をね見たことあると思うんですよ。まあ、こんな感じでですね、この打った後のフォロースルーをこれぐらいね一回大きくしてみてください。で、まあ、大きくするって言ってもよくわかんないなっていうふうに思う方もいると思うんで、まあ、どうしたらいいかっていうと、これを片手、手を離していく、ここで打ちましたら、もうこう右手を離して左手一本でこういう風に振っていきます。でこれをまあ、こう上に上げていってもいいですし、こうやってバーンって振ってこうやって下につくぐらい回してもらってもいいんで、一回ですねこんな感じのフォロースルーをやってみてください。で実際にちょっとね打ってみたいと思います。もしくはここからステップしてこうやって下まで持ってくる、もう一回やってみますと、構えてストライクしてこういう感じか、構えてステップしてこういう感じか。実際に手離すのって、まあ、まずはスイングからやってみてください。スイング何にもない状態でこうやって上に上げてみたりとか、何もない状態でこう下に上げてみるとか、下につけてみるですね、とか
まあ、こんな感じでスイングしてみてください。で、まあ、なんとなくね、まあ、その時のポイントがですね、まあ、しっかりこの体の前でここら辺でしっかり触れてることっていうのが、まあ、すごい重要です。あの手離すと、なんかよくね、手離すなってね、逆に言われたことある人もいると思うんですよ。逆にこう打った時に手離すなって、まあ、これなんで言われるかっていうと、その手離しちゃう人のねポイントがね、すごい前すぎたりするんですよ。この辺、この辺でこうやって振っちゃってる場合があるんですね。違い分かりますか？理想はこの体のここら辺でこういう風に振っていきたいですね。だけどこれだったらまあ手離しいいんですけど、こうなる人がいるんですね。ここでトップスピードが来てほしいんですけど、ここでトップスピード来ちゃってたら体また開いちゃってるし、まあ、手を離すことでね、体が開いてしまうっていうこともあります。まあ、正直なので、まずあの、まあ、おすすめとしてはこういうね、ティー台を置いて、まあ、ここでスイングしたいんで、まあ、この ボールは置いても置かなくても、まあ、いいんですけど、ここを目安にここで一番速いスイングができるこう目安を作って、ここでこうシャッて、ここでシャッ、ここでスッって打っていくと、まあ、そうすると、まあ、最終的にこんな感じになると思う。これなしでやっちゃうと確かにこっちでこうやって振っちゃうかもしれないですよ。めっちゃこっちで、なんとなく違い分かりますかね。こうやってこういう風に振っちゃうじゃなくて、こっちで振りたい。なので、まあ、スイングするときは目安を置いた方がまあいいかもしれないです。で、まあ、それができたらですね、まあ、ティー台に、まあ、今さっきみたいにバッとボールを置いて、まあ、実際に打っていくと、まあ、それを絡めながらどっちもこうスイングしたりボールを置いたりとかして振ってみてください。で、次に、まあ、1個目がまあスイング、2個目がティー台で打つ、じゃあ3個目にあのティー横からね投げてもらって打つっていうのをやってみてください。で、大事なことが、この横からねボール投げ、実際にこう横からボール投げてもらった時にこう打つじゃないですか。そしたらそのコースによってやっぱりこう、まあ、一定で来るってことはないと思うんですけど、そのね、あの多少アウトコースとかインコースとか高めとか、まあ、いろんなボール来ると思うんですね。なんかコースによってこう振り終わったらこう下に行くとかね、まあ、こうぐるって回ってくるとか、なんかそれってコースによると思うんですよ。この打ち終わりのこのスイング、こういう風に、ま、前にこうやって来たりとかって。なので、あの一概に全部こういう風になるのがいいとかないと思うんでね、あのやりたいこととしては片手で最後振ってみるって、もう本当それだけ意識して振ってみてください。まあ、細かいことを言えばあのいろいろあると思うんですよ。まあ、こういう風になった方がいいとか、こういう風にもう巻きつくぐらいこうなった方がいいとかね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、とにかくですね、まあ、この冬の時期にやってもらいたいのが、手を片手でこうね離してスイングをしていく。で、あのこの辺ね、まあ、ちょうどこれ45度ぐらいの、ここ90度だと45度ぐらいにこうパッと上がってくると思うんですよ。で、そうするとこう振り切ったここで肩甲骨これ以上こういかないっていうか止まるとこあるんですね。こんな感じで、まあ、それを、まあ、感じてみてほしい。ここでこうグイーンって止まるっていうか、まあ、そこまでしっかり振り切るっていう、そうすると打球が伸びます。まあ、なんで伸びるかっていうと、この、まあ、最初も言ったように当ててからのこのボール当ててからバットに乗っていく感じっていうのが時間が長くなるんですね。グーっていう感じが手離すことによって大きくなるんですよ。前がすごく、これに比べると。横から見ると、まあ、こんな感じでちっちゃかったらここですぐスーンって終わるじゃないですか。まあ、それがこういう風に前にねグーンっていく分、グーって押していけるんですね。ということなので、まあ、その感覚を手を離すことによってね、結構誰でも簡単にバットにボールが乗るっていう感覚をつかみやすくなります。しかも今の別にそのパワーアップしなくても全然変わるんです。片手にしてみたらっていう、あの片手だけで振ってみたら、なんかこう運んでる感じっていうのが結構つかめます。なので、まあ、遊び感覚でもいいですし、あの振り切るっていうのがすごいねバッティングでは大事なんですよ。確かにこうなんかフォロースルーが大きすぎると空振りするんじゃないかとか、
なんか、まあ、大振りすんなみたいな感じで言われたりするかもしれないんですけど、振り切ってるからこそポテンヒットになったりとか、いい当たりじゃないのに内野と内野の間を抜けてヒットになったりするんですね。これ当てに行くバッティングだとね、なかなかそれができないんですよ。って考えたら、まあ、どっちがいいかってことですよ。その当てに行ったら結局、まあ、ショート正面のゴロになったりとか、取りやすいゴロになったりとか、普通にポップフライになって、もっとバット振り切れみたいな感じで言われたりすると思うんですね。なので振り切る練習っていうのは絶対必要です。まあ、何でも練習していくのはね、思いっきりバーンってね振っていったりして、それをまあこういう風にやるのはやりすぎっていうぐらいやったらいいと思うんですよ。練習でもう超回転するぐらいね。でそれとこうやって当てていくのと振り切るのと当てていくっていうのの繰り返しの中で、まあちょうどいいスイングっていうのが見つかってくると思うんですね。しっかり振り切れてるし、しっかりミートもできるっていうね、まあ、それがすごく大事ですので、まあ、特にね、あのちっちゃい子のこのコンパクトなスイングっていうのが私はすごく気になってるんですよ。あの打ちたいがためのっていうか、まあ、ワンヒットしか打てないような感じ、まあ、それをね、あの改善していくために、ね、しっかりね、こう飛ばす楽しさっていうのをね、あの学んでいってほしいなっていうふうに思ってますので、ぜひぜひ片手で振っていく、これも練習に取り入れてみてください。これできっと身長が低くてもホームランが打てるようになります。はい、というわけで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、本当にグッドボタンを押してください。あとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。